はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ、サルです。さあ、今日はですね、念願に待ちに待ちました、ある商品が届きましたので、そちらの方をね、開封していこうと思います。これはですね、ほんと半年ぐらい正直探しまくって待ちました。で、ようやく入荷して送られてきたのがこちらです。さあ、一体何なのか見ていきましょう。ここです。ハニースポットさんでようやく発見することができました。この類のね、ものはね、結構海外とか、もしくはね、期間限定とかでね、販売されるんですけど、すぐ売り切れてしまう。しかしね、本当にね、夜な夜な私がネットサーフィンをして、これないかなと思ってポン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 ね、探してたんですよ。パチパチポチポチやりながら。で、別に違うの、本当これを探す目的じゃなくて、違うルアーを探してたり、なんか海外のなんか面白いものないかなみたいな感じで探していましたら、このハニースポットさんに行き着いて、このね、このカラーだけがたまたま残ってたんで、もう即買いです。さあ、開けてみましょう。まあ、サムネイルとね、タイトルを見ていただければ分かってしまうんですけど、こんな感じで送られてきています。何食わぬ顔でポンと出しましたが、中身見ていきましょう。こちらなんです。これなんぞやと思いますよね。これはですね、ガンクラフトのジョインテッドクローというね、ビッグベイトがあるんです。私それ大好きなんですけど、こちらになります。これが、ガンクラフトのジョインテッドクローというビッグベイト。これをね、ブラックバスのね、ブラックバスハンティングで使うルアーなんですよ。結構大きいでしょ。もうね、ビッグベイトってもう見た感じもかっこいいし、そしてね、実際ね、大きいものがね、釣れるんすよ。このビッグベイトは。それをですね、それをさらに見た感じもかっこいいから、見た感じ超かっこよくね?に変えてくれる。そして、釣れそうだねを、めっちゃ釣れそうやん、これ。見てに変えてくれると。そんなアイテムです。さあ、早速、つけていってみましょうか。リアルプリント、スキンでございますね。行ってみましょう。はい、今んとこ私がですね、持ってますビッグベイトの中でのジョイクローシリーズはこんな感じになります。今ね、リップルクローを含めて今4つしかないんですけど、ね、本当はね、もうね、数十本持ってたんですけどね、本当にね、故障ロスと、あと友達からのたかりで持っていかれなどで、今4つだけです。これなんか僕なんか本当にね、自分がプリントした過去のやつですよ。レッドブルカラーなんつってね。まあこれはね、ちょっとまた針をつけて、これだけで使っていきたいね。これはちょっと除外しましょう。ちょっとリップルの方は、まだこれで、一匹もね、かけてないんでね。これもまだちょっとやめておきましょう。そうしましたら、こちらがジョインテッドクローの、シンキングモデル。これは沈むモデル。で、これ一番頻度の高い、使用頻度の高い、ジョインテッドクローのこれフローティングモデル、浮くんですよね。で、これ、同じカラーリングなんですけど、まあ、シンキングは最近手に入れてまだあんまり使ってない。で、フローティングはもうこれかれこれ1年以上バシバシ投げ倒してるから、同じカラーなんだけどね、もうテカっちゃって、いい感じにはなってるんだけど、やっぱ傷もひどいし、顔もすごいっすね。ここもうハゲちゃってて、これがね、全くハゲてない状態なんですけど、もう1年投げ倒し使うとこんなにもね、なってしまうと。逆にこのカラーの光具合が良さげだけど、まあ、なんとなくちょっとこれに今回はステッカーをつけていこうかなと思います。それでは行ってみましょう。さあ、今取り出してみました。こんな感じになってますね。まあ磨いて今綺麗になったんで、綺麗に貼り付けていきましょう。もうミスったら多分一発で終了パティンだから、慎重に行こう。まず尻尾の方から行きます。剥がします。プルプルプルっと剥がしますね。そうしましたら、ここにピタッと合わせて貼りますよ。行きますよ。ここら辺でいいよね、きっとね。こんな感じ。慎重に曲がる。慎重に離して、こんな感じかな。難しい。曲がるぜ、これ。こうじゃない?こうじゃない?こうじゃない?シワにならないように伸ばしながら、貼り付けてますね。キュッと。キュッと。ああ。オッケー。うまくいった。わお。変わったね。リアルプリント。
綺麗だね。綺麗にはまりました。よかった。まず第一段階クリア。もちろんお腹でしょう。こんな感じでいいかな。こんな感じかな。そうだね、ここだね。慎重にいきますよ。このカーブに合わせれば多分ずれないであろう。あ、ちょっとずれた。ちょいずれ、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 ちょいずれ。よし、よしよし、くっつき。よし。で、今度、この頭の方だね。引っ張りつつ、この目の周り、目の周り注目。目の周り注目してください。かわいいな。かわいいな、お前。よし。よいしょ。よっしゃ。いい感じ。よし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 。しっかりこう、シワを伸ばしてね。空気が入んないように、よく指でこすりましょう。で、指で伸ばした後に、これコツとしてね、こう、ちょっとした布みたいなもので、こう、キュッキュッってやると、さらに粘着力が良くなるらしいですね。これはあの、ジョイクロの、そういう、なんていうの、この、シールにそういう説明書きあったんじゃなくて、まあ、なんか、豆知識として。完成です。こっちも OK だね。こっちも、こっちも、完全に、変わりました。いいね。さあ、戻りましょう。はい、完成しましたね。なかなかいい感じですね。まあ、まさにリアルカラースキン。そんな感じですね。本当にシールでね、簡単に貼り付けられて、不器用な僕にも、できました。今回はこのギルのリアルシート、リアルスキンになりましたが、他にもね、販売をね、再販を確認したらね、またポチって、ちょっと加工していきたいかと思います。まあ、このカラーが飽きたり、こう傷がついたりすると、これまたスッてね、剥がせるのがね、またいいところなんですよね。ってな感じで今回、こちらの元々あったジョイクロのカラーを、このリアルシート、リアルスキンをつけることによって、新しいジョイクロに生まれ変わることができました。皆さんもね、他にもこんなものありますよ、なんていうね、おすすめのものがあったらコメントからいただけたらと思います。以上、スペースモンキーズ TV のリアルスキンのジョイクロに変えてみたという動画でした。バイ。